敵戦闘機反転してこちらに向かってきます。さっき戦った時よりスピードが上がっています。やはり前よりも性能が上がっているのか。まずいな、こっちと互角になっちまったぞ。どうしましょう、タクトさん。了解、わかりました。これが終わったらエオニアと黒き月をぶちのめしてやるわ。そうさ、こんな無残なことをする黒き月も、それを利用しているエオニアも絶対に許すもんか。もう一度作戦内容を確認する。了解。あの人たちの戦闘機見ているだけで悲しくなる。ムカつくやつらだったけど、こうなるとなんだか哀れね。自分の意志を奪われた挙句にエオニアの盾にされるとはね。せめて彼らの魂だけは解放させます。ええ、私たちの盾。そうだ、そしてこんなことをするエオニアを必ず倒すんだ。敵はこちらの紋章機と同じ能力、厄介な相手ですわね。彼らを救うすべは倒すことしかなさそうですよ。攻撃回避されたわ。結構やるわね。目標攻撃を回避。目標への着弾を確認。やっそ、攻撃が外れた。攻撃が成功しました。攻撃を開始しますわ。とにかく戦わなければ勝てませんものね。目標攻撃を回避。
目標を捕捉した。行ってくるよタクト。攻撃を受けました。相当な威力です。ちょっと食らいすぎたかな。早いとこ修理してくれない？カンフーファイター了解。はい、ハーベスター、目標の修理を完了しました。攻撃、命中、もっと破壊を。4番来てしまった。敵はこちらの紋章機と同じ能力、厄介な相手です。目標を確認いたしました。行ってまいりますわ。目標への着弾を。機械に動かされ、結構やるわね。なんてひどいことを。四番機了解。なんとかしてみせるさ。いけませんわね。攻撃が外れてしまいましたわ。私の攻撃を回避した。あの方々は機械に動かされ。意外と素早いね。なんてひどいことを。はい、了解しました。分かったわ、タクト。はい、分かりましたわ。ハッピートリガー了解。はい、タクトさん、行動を開始します。損傷増加、戦闘に影響なし、戦闘を続行する。ハピピアウェーブ。カンフーファイター了解。これでも食らいな。ストライクバースト。攻撃を食らったか。まだ次の攻撃に移る。で参りますわよ。フライヤーダンス。目標機能停止。はい、しまった。成功しました。狙いがそれで。損傷増加、戦闘に影響なし、戦闘を続行する。プレー全システム切断、戦闘不能。これから目標に向かいます。勝てるといいな。これがあんたたちの望んだ戦い？そんなわけないでしょ。答えて。全滅しました。なぜだろう。喜ぶ気にもない。むしろ胸がムカムカしてどうにかなりそうだ。タクト、正面が開けたぞ。今ならエオニアの機関が狙える。了解。エネルギーチャージ 100%、 発射準備完了。目標、エオニア機関、クロノブレイクキャノン撃てバカな。なぜこの私が。なぜだ。なぜだ、ノア。私は導き手となれるのではなかったのか。この手で旧文明の栄華をよみがえらせ、人々を理想郷へ。その私がなぜ。敵機関
しました。すごい、あれだけの巨大な船が一撃で。ああ、悪党にふさわしい末路だ。なくしたものを必死に追い求めて、歪んだ理想に囚われた男の悲劇さ。ですが、その悲劇も幕を閉じました。他の無人艦も動きを止めたようですわ。これで脅威は去りましたのね。よくやってくれた、タクト。これで王国は救われた。それにしても、クロノブレイクキャノンってすごい威力でしたね。私、びっくりしちゃいました。でもそれを受けたのも、私たちが周りの敵を片付けてあげたからよ。ルフト重傷、ボーナスの査定はよろしくね。こりゃかなわんの。お礼を申し上げるのは私たちの方ですわ。タクトさんのおかげで勝つことができました。本当にありがとうございます、タクトさん。よし、勝利を祝って今日はパーッとやろうじゃないの。賛成。外部からの通信です。こちらの通信システムに強力な割り込みがかけられています。人間というものには感心させられた。紋章機のヘイローシステムを使いこなし、私の作った最高傑作をも破ったのだからな。白き月と人間は、私が預かり知らぬうちにさらに進歩していたようだ。だがそのおかげで私もまた進化することができた。こいつ何を言ってやがるのか。なんだか気味が悪いな。人間とはまことに興味深い。それだけの能力が、私の作ったインターフェースには簡単に気を許す。人間に見せた人形に疑似人格とノアという名を付けただけだというのに、もっともエオニアが騙されてくれたおかげで、私も白き月と再び巡り合うことができたのだから感謝せねばなるまい。あの人間はなかなか便利な存在だった。私の言うことをいともたやすく信じ込み、よく働いてくれたよ。私は黒き月。私のことを忘れてはいない、白き月よ。己と対をなす双子星のこと、さあ白き月よ。
我らが作られた真の目的を今こそ果たそうぞ。お前と一つになったとき、私はさらなる進化を遂げるのだ。Thank you.